構造変化に応じるロバスト修復可能アトロイドキー問題に対する固定パラメータアルゴリズムの話をします。電気通信大学の岡本です。この研究は東北大学の伊藤先生、慶応義塾大学の滝村先生、九州大学先駆けの神山先生、京都大学の小林先生との共同研究です。まず、本研究の成果から紹介します。本研究では、構造変化に応じるロバスト修復可能マトロイド問題を導入します。そして、主な定理が2つあります。まず、この問題が NP 完全であることを証明しました。また、この問題に対する固定パラメータアルゴリズムを設計しました。この講演では、マトロイドを導入することを避けるため、この問題のグラフバージョンを使って話を進めます。それは、ロバスト修復可能全域義問題と呼べるものになります。この講演において、この問題を紹介することにほとんどの時間を使います。良いネットワークを構築したいという問題は、いろいろな場面で現れます。例えば、通信ネットワークであったり、交通ネットワークを思い浮かべてください。最も基本的なネットワークの構築で要求されることは、連結性です。連結なネットワークを構築する問題は全域問題と呼ばれ、よく研究されています。構築したネットワークを運用していると、たまに故障が起きたりします。故障が起きたら、故障を直すか、あるいは直すのに時間がかかりそうな時には、別のネットワークを構成することで連結性を保証します。例えば、このように新しく全域を構成することで、全く新しい連結ネットワークが得られます。これを全域の修復と呼ぶことにします。この修復をどのように行うのか考えることが本研究のテーマです。本研究の核となるアイデアは、初めから修復しやすい全域を作っておくということです。しかし、どのような故障が起こるのか、あらかじめ完全に分かっているわけではないため、修復しやすい全域とは何であるのか、しっかりと考えておく必要があります。後で説明しますが、この研究では、シナリオベースのアプローチを使います。修復のしやすさは、様々な場面で重要になります。特に、災害復旧においては死活問題となります。例えば、2019年9月に房総半島を襲った台風では、電力網の復旧に2週間以上かかりました。また、1995年の阪神・淡路大震災では、ガス網の復旧に3ヶ月程度かかりました。復旧のしやすいネットワークをあらかじめ構成しておけば、復旧時間を短くすることが期待できます。それでは、ロバスト修復可能全域義問題を導入します。考えるものは向こうグラフで、向こうグラフは頂点と辺から構成されます。そして、故障のパターンを表すシナリオがいくつか事前に与えられます。シナリオの数を S で表します。この例では S は3になります。各シナリオは、故障が発生した後でも使える辺の集合と同一視できるので、シナリオはグラフ G の部分グラフであるとみなします。この問題では、2段階の意思決定を行います。第1段階では、故障が起きた後に修復しやすい全域義を作ることを目標とします。第1段階の意思決定を行った後、S っ個あるシナリオの中の1つが実現します。つまり、1つのシナリオに従って故障が起きます。第2段階の意思決定は、1つのシナリオが実現した後に行います。実現したシナリオ、つまり部分グラフにおける全域義を見つけるのですが、その全域義は、第1段階で構築した全域義とできるだけ多くの辺を共有するものを見つけます。この例では、4つの辺を共有し、つまり2つの辺だけを修正することで、部分グラフにおける全域義を作っています。第1段階の意思決定を行うときには、どのシナリオが実現するのか分かっていません。
そのため、考える問題における目標は、どのシナリオが起きたとしても変更すべき辺の数が少なくなるように、つまり、最悪の時に修正する辺の数を最小化するということです。今後、最悪の時に修正する辺の数のことを、第一段階の意思決定で作った前意義のロバスト性と呼ぶことにします。この例では、ロバスト性が2である前意義が第一段階で作られています。では、ロバスト性が2よりも小さい前意義はあるのでしょうか？実は、第一段階でこのように前意義を作ると、ロバスト性が1となります。これが最適解となります。もう一度問題を説明すると、最悪シナリオにおいて修正する辺の数を最小化するという問題を解きたいわけです。そのような最適化問題を直接考えず、この研究では、ロバスト性が K 以下の前意義はありますかという判定問題を考えます。これで、本研究で提案するロバスト修復可能前意義問題が定義できました。今一度まとめると次のようになります。入力として、連結グラフ G とシナリオ数 S、許容ロバスト性を表すパラメータ K、そして各シナリオに対応する部分グラフ GI が与えられます。この時、G の前意義で、その編集合 B と各シナリオに対応する EI の共通部分が大きくなるものが存在するかといいます。共通部分の大きさが K によって決められています。本研究の目標は、このロバスト修復可能前意義問題の計算複雑性を解明することです。特に、シナリオ数 S と許容ロバスト性 K という2つのパラメータに対して計算複雑性がどのように決まるのか、その依存性を調べます。研究成果の全体像を説明します。縦軸にシナリオ数 S、横軸に許容ロバスト性 K を取ります。パラメーターの値が大きくなるほど問題は難しくなります。また、定数というのはグラフのサイズに依存しない数を表し、任意というのはグラフのサイズに依存しても良い数を表します。まず、K が0であるとき、ロバスト修復可能前意義問題は簡単な問題、つまり多項式時間で解ける問題であるということがわかります。これは1分ぐらい考えるとわかります。しかし、K が1になると、この問題は NP 完全となります。これが1つ目の定理です。一方で、K が任意であっても、S が定数であれば、多項式時間で解くことができます。より難しく、S がオーダーログログ V であっても、多項式時間で解くことができます。これは、シナリオ数が定数でなくても多項式時間で解けることを意味し、そのようなアルゴリズムを固定パラメータアルゴリズムと呼んでいます。これが2つ目の定理です。P と書かれている部分よりも簡単な部分も多項式時間で解くことができるということが分かり、NP 完全と書かれている部分よりも難しい部分もまた NP 完全である。ので、研究の成果の全体像はこの表のようになります。また、この研究は前意義について述べていますが、多項式時間アルゴリズムがマトロイドに拡張可能であることも私たちの研究からわかります。次のページでは、固定パラメータアルゴリズムのアイデアを簡単に述べます。いいですね。はじめに行うことは、G の辺をシナリオに応じて分類することです。これにマトロイド交差のアルゴリズムを適用することで、V の2の S 乗上時間アルゴリズムが得られます。これを改善するために、
不要な場合の除去を行うと、SK の2の S 乗時間アルゴリズムが得られます。さらに、多面体的組み合わせ論の成果と、整数計画法のアルゴリズムを用いることで、計算量を2の S、2の S 乗上まで下げることができます。つまり、S がオーダーログログ V のとき、多項式時間が得られるということになります。それでは、辺の分類のエリアを簡単に紹介します。G の各辺に対して、その辺がどのシナリオに含まれるのかを記録します。例えば、左上の辺は1番と3番のシナリオに含まれますが、2番のシナリオには含まれないので、1、3と記録します。同じ記録を他の辺に対しても行います。分類を辺彩色であるとみなし、グラフの辺を V 化します。この例では、1、2を赤であるとみなし、そこに2つの辺が所属しています。グラフの全域を1つ考えると、それぞれの色の辺がいくつ使われているのが決まります。例えば、今、1を含む色を見ると、それは赤と青と紫であり、それらの各色で全域の辺が1つ、2つ、1つ使われているので、1つ目のシナリオと考えている全域が共有する辺の数は1プラス2プラス1で4となります。同様に、2つ目のシナリオに対しては4つ、3つ目のシナリオに対しては5つと分かります。私たちの目的は、この中の最大値を小さくすることです。そのためには、各色の辺をいくつ使うか、その定め方を全通り試し、その定め方それぞれに対して、定め方を守る全域義があるかどうか調べればよいことになります。つまり、これは次の問題を解くことに帰着されることになります。グラフの辺に色がついています。この例では、赤と青と緑で色付けています。そして、各色から選ぶ辺の数が指定されています。この場合は、赤から2つ、青から3つ、緑から1つというふうに指定されているということになります。この時、選ぶ辺の数を守りながら、グラフの全域を見つける問題を考え、これを解きます。この問題は、マトロイド交差と呼ばれる問題の特殊な場合になっていて、マトロイド交差のアルゴリズムを使えば、多項式時間で解くことができます。例えば、このようなものが見つかります。これがアルゴリズムの概要になります。最後に、既存研究との関係を述べます。既存研究では、重みの変化に対するロバスト性を考え、計算複雑性や近似アルゴリズムを考えていました。一方で、本研究では構造の変化に対するロバスト性を考えました。その点が既存研究との違いになります。今一度、本研究の成果をまとめます。この研究では、構造変化に応じるロバスト修復可能マトロイド基問題を提案して、その MP 完全性と固定パラメータアルゴリズムを証明しました。これで講演を終わります。ありがとうございました。